ゲストの方にお越しいただけました。はい、ソードアートオンラインには2012年の第1作からプログレッシブでは主役となるヒロインのアスナ役で出演、戸松遥さんです。はい、皆さんこんにちは、戸松遥です。よろしくお願いします。お願いします。まあお元気で。まあ元気ですよ。ね<え>はい、もうちょっとオープニング。 私気になりすぎて聞かせていただいて黙ってるのが必死でした本当にね、はいろいろ突っ込みどころが満載で一応ねセンサーはあのこうブース内で黙ってるの得意なお仕事の方でそうなあるんでしょうけども、はい、言いたいですよねそうですよなんで毎回当日なんだろうっていう当日あの美容師さんにねそうあいやそれはやっぱりちょっと待ってくださいね,、はいね いや、それはやっぱり。なんで、仕切り直しちゃうの。なんで、仕切り直したゃうの。なぜ、なぜ仕切り直したゃうの。あ、ごめんなさい、なんか。え。いや、やっぱり、あの、なんか、こう。結構不定期じゃないですか。まあ、そうだね。仕事終わる時間とかも、ありますよね。なので、あの。まあ、一回、なんか、その。うん、こうね。はみたいなやつで。 予予約約でできるっててしみたんすよ今そのフリーペーパーそんなに濁さなくてよかったんじゃないですかで取っていざ行ってみたら「いやちょっと今混んでてできないです」って言ってそういうことが何回かあったんですよ。そしたらなんかちょっとだったらどっか片っ端から電話して飛び込めでいけないかなって思ったらだいたいあの。 そういうところを点々として、なんか見つけてはいっての繰り返しですよね。気持ちはわかる。でも<っ>うん、でも今もう、こいちゃんなんだけど、私もあの知り合いの美容師さんとかは。もうアニメの話はずっとしてる人とかもいるわけですよ。うん、え、あのアニメ好きだからと。でそうするともう美容師さんの中でも、うん、お、松岡君だとか、すごいわかる人とか。うそうですね。で、しかも松岡さんだったら、ぜひやりたいですって人、絶対いらっしゃいますよ。あと、やっぱり、予約も結構実名で予約するじゃないですか。うん それやっぱ松岡良次ってあんまりいないんですよね。そうだよね。うん、確かに、そういうふうだったら、戸松遥さんもだいぶいないでしょう。確かに。うん、そうですよね。私バレたことないんですよ。 美容師さんにそそうですそうでですす言われたことなくてでもなんか私あんまりこう美容院の時にあんまりこうしゃべりたいタイプじゃなくてどっちかって静かに切ってほしいタイプで、うん、で大体い,い,いつもゲームでこう溜まってたやつをログインボーナスをぶわってとにかく片っ端からやってたりとかパズルゲームが好きなんで結構目を皿のようにしながら今目すっごい寄ったね今ねそうねもうすごい集中しながらこうすごいやるタイプで、えー、そうするとそういう系で話しかけられます。マジゲーマっすね やばいっすね。俺も相当高いっすよ。そんなエグジットみたいなのが出てくるの。そんかそういうのいるんですよたまに。私もあんまりこう指定のってかこうかあのないんですよ。特にこう決めてる美容院が。で私も結構どっちかっていうとつぐつぐに近くて、なんかまあ当日はあんまないですけど、なんか前日とかにこう連絡とかウェブ予約して、結構その時の現場の近くの。 美容室とか入ったりするんですけどたまにんか「いや別にウェイ!」みたいな感じの人に当たっちゃうとパズルゲーム突っ込それさ美容室じゃなくてお笑い系の事務所とかに間違いな入ってゃいない。いくらんでもっていうけどでもそれで話しかけられることがあるんですかって言われたことはよ。でその一方で松岡君は「松岡義継です」って言って予約しますよね。で予約すると「ああ!」ってなります。 アニメファンの方だったりするんだよねからそこのところでもあの僕指名しないんですよしないんですけど最初なんかあのあ「名前を教えていただいていいですか?」って「松岡です」って言うは、うん?ん」って言って「ああ松岡義次です」って言ったら「ああ少々お待ちください」って言って人が変わるっていうえ。各美容室には松岡義次版の方がいるってことですか <laughs> いやそれわかんないですけどでその瞬間にあのアニメの人だなみたいなセ e さんだなって思ってアニメファンの美容師さんに変わるってことなのかななのかどうかはかんないですけどだからいい、ね、よくあの名刺もらうじゃないですか美容室にださいますよね、ええええ、であの「これお願いします」って言って「うん、また来てくださいね」って言ってね、うんええ、はい。 今日も来ましたみたみいなそうやってで美容師さん側もねお客さんをこうなんかつけるというかなじ、えーね、みになってもらったりするものですから、えー、でも名刺なくして「あの人の名前なんて言ったっけな」ってなっちゃいますで名前忘れちゃってお店に電話して「え,ー、えっとこな間のなんとかさん」っていうのはちょっと気まずいよね。えー、で、えー、定着せずに今に至るこれはあのチャンスですよ。 ただ<や>あなたの美容室にも松岡義次が来るかもしれません,ん <laughs> 美品みたいなた <laughs> <ねえ> <laughs> だの人ですからね、うん、特殊な職業してるだけで <laughs> でもお客さんとして火曜日また会おうっぽむす